ノーフォークはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する都市。バージニア州法の規定により、いずれの軍にも属さない独立市となっている。人口は24万2803人で、東に隣接するバージニアビーチに次ぐ州第2の都市である。ノーフォークを中心にバージニアビーチや ニューポートニューズと共に形成している都市圏は171万3954人、ノースカロライナ州内の2つの小都市圏を加えた広域都市圏は180万1988人の人口を抱えている。ノーフォークはこの都市圏における経済、交通及び文化の中心となっている。ジェームズ川がチェサピーク湾に注ぐ河口に形成されている湾。 ハンプトンローズの対岸のニューポートニューズやハンプトンとは、橋と海底トンネルで結ばれている。ノーフォークは、チェサピーク湾の暗号という立地条件に加え、ハンプトンローズという天然の良好に恵まれていることから、港湾都市、また、軍事都市として発展してきた歴史を持っている。ノーフォークは、 世界最大の海軍基地で、アメリカ艦隊総軍、アメリカ海兵隊総軍及び北た、大西洋条約機構の変革連合軍が、司令部を置く、ノーフォーク海軍基地を抱えている。ノーフォークや、ニューポートニューズ、エリザベス川対岸のポーツマスでは、軍需産業、特に軍艦を建造する、造船業が発展している。また、ノーフォークの港湾は軍のみならず、 民間においても重要度が高く、特に、コンテナ貨物の取り扱い量においては、アメリカ合衆国体制溶岩有数である。加えて、ノーフォークは、クルーズの拠点としても、乗船客、クルーズ船会社の両方から高い評価を得ている。1619年、バージニア植民地総督ジョージアードレーは、植民地の中でも、開発の進んだ場所に、 植民地議会会員の元となるシティという名の法人を4つ創設した。後にノーフォーク氏となったこの地はエリザベスシティ法人の領域に含まれた。1634年、チャールズ一世がバージニア植民地の行政区画を再編し、8つのシャイアを導入するとエリザベスシティはエリザベスシティシャイアになった。 1622年にイングランドノーフォークカウンキのキングスリンから年季奉公人としてバージニアに入職したアダム・サラグッドは契約期間が切れて自由の身になるとまだ歴史の浅いこの植民地のリーダー的な市民となった。1636年にはサラグッドは105人にこの植民地に入職するように説得し、 林平分川沿いの広範囲にわたる土地を与えられた。同年、エリザベスシティシャイアのうち、ハンプトンローズの南側、サウス、ハンプトンローズと呼ばれる地域が、軍に分割されることになると、サラグッドは、生まれ故郷のノーフォークカウンキにちなんで、この軍を、ニューノーフォーク軍と名付けた。翌1637年、ニューノーフォーク軍は、サラグッドの勧めで、 アッパーノーフォーク軍とローアーノーフォーク軍に分割された。聖パウロ監督協会の壁に現在も残っているダンノアが発射した砲弾の後17世紀後半に入るとハーフムーンの砦が建設され、また1万ポンドのタバコと引き換えに50エーカーの土地を得てノーフォークは成長した。1680年植民地議会は 今日のノーフォークの元となるローアーノーフォークカウンティ町を創設した。1691年、ローアーノーフォーク軍はノーフォーク軍及びプリンセスアン軍に分割された。1736年にはジョージ2世の直令によりノーフォークは正式な町として法人化された。1775年頃にはノーフォークはバージニア植民地で最も発展した都市であった。 当時のノーフォークはイギリスやその先に物品を輸出するための重要な港であった。商人たちの取引は大英帝国とつながり合っていたため、独立戦争の開戦間もない頃のノーフォークではロイヤリストが強い勢力を持っていた。当時のバージニア植民地総督であったダンモア伯爵は植民地の首都ウィリアムズバーグからノーフォークに逃げ延び、 体制の立て直しを図った。ダンモアは、ノーフォークで、小さな勝利を収めたものの、やがて、ウィリアム・ウッドフォード大佐率いるパトリオットに追い詰められ、植民地から追い出された。ダンモアの追放によって、バージニアにおける168年に及ぶイギリスの、支配は終わった。1776年の元旦、軍艦3隻からなるダンモアの艦隊は、8時間以上に、渡って、 ノーフォークの街を爆撃した。爆撃に加え、イギリス軍が火を放ち、その火をパトリオットが広げたことで、ノーフォークの町の約に3、800棟以上の建物が破壊された。同年2月には、戦略的理由からパトリオットが残った建物を破壊した。後には、聖パウロ監督協会の壁のみが残った。 ハンプトン・ローズ海戦独立戦争で焦土と化した後、ノーフォークは復興したが、19世紀初頭に、さらなる不運に見舞われた。1804年、ノーフォークのウォーターフロントで起きた大火は300棟の建物を消失させ、ノーフォークは大きな経済的損失を受けた。1820年代、南部中の農村が、不況に見舞われ、 多くの農家が他地域へと移り住んでいった。その多くは、ピードモント大地異性、もしくは、ケンタッキー州やテネシー州へと移った。この地域においては、タバコの連作による自力低下も、農家の流出を招いた。この頃、バージニア州は、奴隷制から脱出しようと、法によって、あるいはアフリカに帰還させるなど、様々な試みを行っていた。 バージニア・ノースカロライナ両州の黒人は、ノーフォークからアフリカへと帰る船に乗った。ノーフォークで自由黒人として生まれ育った、ジョセフ・ジェンキンス・ロバーツは、リベリアに移住し、同国の初代大統領となった。1861年、ノーフォークの有権者は大議員に、連邦から脱退する条例を批准させた。やがて、バージニア州は、連邦から脱退した。 翌1862年春、市の北西、シーウェルズポイントの沿岸で、ハンプトンローズ海戦が起こった。この戦いは、世界史上初の装甲艦同士による戦いとなった、もので、合衆国海軍のモニターと連合国海軍の、バージニアの2隻の装甲艦が交戦した。この戦いは引き分けに終わったが、従来の木造船艦に比する装甲艦の優位性が、証明され、 以後、すべての軍艦が金属で作られるようになった。しかし、同年5月、ベンジャミン・ヒュージャー将軍率いる南軍が、ゴスポート造船所に火を放ち、ノーフォークから撤退すると、市長ウィリアム・ラムは、ジョン・イーウル将軍率いる北軍に降伏し、死を明け渡した。南北戦争が終結するまでは、死は、戒厳下に置かれた。 ジェームズタウン博覧会1907年、シーウェルズポイントで、ジェームズタウン入植300周年を記念して、ジェームズタウン博覧会が開かれた。この博覧会においては、海軍による大規模な軍事パレードが行われ、シーウェルズポイントの立地条件の良さを示した。その10年後、第一次世界大戦時中の1917年、 ジェームズタウン博覧会の会場跡地に、ノーフォーク海軍基地が設置された。第二次世界大戦後、週刊高速道路の登場によって、ノーフォークとその周辺にも高速道路網が整備された。1952年にエリザベス川の過程を通り、ノーフォークとポーツマスを結ぶダウンタウントンネルが、完成したのを皮切りに、その後15年にわたって、ノーフォークとバージニアビーチ、 ハンプトンローズ対岸のバージニア半島とを結ぶ道路が次々と開通した。1957年にはハンプトンローズを橋と海底トンネルで渡りノーフォークとハンプトンを結ぶハンプトンローズブリッジトンネルが1962年には ダウンタウントンネルよりも北でエリザベス川の河程を渡り、ノーフォークのゲント地区とポーツマースを結ぶミッドタウントンネルが、そして1967年にはバージニアビーチノーフォーク高速道路がそれぞれ開通した。その後もハンプトンローズ地域における道路網の整備は続き、1989年にはダウンタウントンネルが4車線化され、 1991年には、エリザベス川東支流を渡る飛べ海峡、バークレイブリッジが8車線化された。1992年には、ハンプトンローズブリッジトンネルよりも西側で、ハンプトンローズを渡り、ポーツマスとニューポートニューズを結ぶ、モニターメリマックメモリアルブリッジトンネルが開通し、ノーフォークポーツマス漁師の外郭を囲むハンプトンローズ、環状線が完成した。 1954年、連邦最高裁判所が、ブラウン対教育委員会裁判において、学校における、人種分離は違憲であるとの判決を下し、人種統合を命令すると、バージニア州ではこれに対抗して、マッシブ、レジスタンスと呼ばれる州法を交付した。これにより、バージニア州議会は、人種統合をした、公立学校に予算を配分することを禁じた。 一方、ノーフォークの私立学校は、ブラウン判決を指示し、人種統合へと動いた。1958年、バージニアの連邦地方裁判所は人種を統合しての開校を命令したが、これに対し、バージニア州知事ジェームズ・リンジー・アーモンド・ジュニアは、学校を閉鎖することを命じた。これにより、ノーフォーク市内の6校が閉鎖され、 1> 約1万人の児童、生徒があぶれた。バージニア州最高裁判所は、マッシブレジスタンスは、州憲法に反するものであると判じ、人種を統合しているか否かに関わらず、すべての学校に予算を配分するよう命じた。その10日後、アーモンドは、抵抗をやめ、州議会にマッシブ、レジスタンス関連の法案を撤回するように求めた。 翌1959年9月、それまで人種分離が行われていたノーフォーク市内の公立学校に17人のアフリカ系の児童が入学した。ノーフォークの地方紙バージニアンパイロットの編集者、レノア・チェンバーズはマッシュブ・レジスタンスに反対する社説を掲載し、社説部門でピューリッツァー賞を受賞した。20世紀前半、ノーフォークは合併によって 地域を広げ、成長していった。1906年、ノーフォークは、エリザベス川東支流の南岸のバークレー町を合併した。1923年には、シーウェルズポイントやオーシャンビュー地区を合併し、ノーフォーク海軍基地や、チェサピーク湾岸の浜辺を地域に含むようになった。1955年には、タナーズクリークの合併により、 ノーフォークの人口は297,253人になり、バージニア州最大となった。しかし、人種統合と郊外の住宅地開発の進行により、白人の中間層は市外へと流出し、1970年に307,951人を数えたのをピークに、ノーフォークの人口は減少傾向に入った。また、 1960年代後半から1970年代初頭にかけて、郊外の高速道路沿いに大規模なショッピングセンターや、モールが開店し、それまで賑わっていたダウンタウンのグランビー、ストリート沿いの商業地区は、さびれていった。1980年代に入ると、市のリーダーたちは、ノーフォーク都市部の再生に取り組み始めた。 彼らは荒廃していたウォーターフロントに着目し、古くなった数多くの船積み施設や倉庫を取り壊し、その跡地にはウォーターサイドドライブという踊りを布設した。この踊り沿いには今日のノーフォークのスカイラインを形成する高層建築物が次々と建てられた。首都ラウズカンパニーは1983年、ウォーターフロントに人を引き付け、 さらなるダウンタウンの再開発を呼び込むべく、エリザベス海畔にウォーターサイドというモールを建設した。1993年には、地元マイナーリーグチーム、ノーフォークタイズの本拠地となる、ハーバーパークが完成した。1994年には、ノーティカスという海事博物館も開館した。再開発が進むにつれて、ダウンタウンは活気を取り戻し、新しいオフィス、 小売店、娯楽施設、ホテルが建設され、食住近接型の住宅も増えてきている。2000年代には人口も増加傾向に転じ、2010年の国勢調査では人口24万2803人と2000年国勢調査時に比べて約3.6%増加した。ハンプトンローズ都市圏の繁屋化、 バージニアビーチノーフォークニューポートニューズ都市圏に赤き、バージニアビーチノーフォーク広域都市圏ノーフォークは、北緯36度50分43秒整形76度17分9秒、北緯36.84528度整形76.28583度、36.84528-76.28583に位置している。市は、 バージニア州の南東部に位置し、首都ワシントン DC からは南南東へ約 250km、州都リッチモンドからは南東へ約 135km に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によると、ノーフォーク州は総面積2 4 9 4 k ルである。 このうち1 3 9 2トルが陸地で1 1 0 3トルが水域である。総面積の44.22%が水域となっている。地域はジェームズ川がチェサピーク湾に注ぐ河口に形成されている天然の良港となっているハンプトンローズという湾の南岸に広がっている。 ノーフォークの東にはバージニアビーチ、南にはチェサピーク、西にはボーツマス、南西にはサフォーク、ハンプトンローズの北岸にはニューポートニューズを呼び、ハンプトンの各市が連なっている。ワンの名を冠したハンプトンローズ都市圏は、これら、ハンプトンローズの周囲に連なる7市に、ハンプトンの北東のポコソン、ニューポートニューズの北西のウィリアムズバーグ、 サフォークの西のフランクリンを加えた重視及び9軍にまたがっている。広域都市圏にはこの都市圏にノースカロライナ州の3軍が加わっている。バージニアビーチの人口が最も多いため、都市圏及び広域都市圏の正式名称の最初にはバージニアビーチの名が完成られているが、実際には都市圏の中心となっている都市はノーフォークである。 ノーフォークの気候は一年を通じておおむね温暖で夏は蒸し暑くなる海洋性の気候である。最も暑い月は7月で月平均気温は摂氏26度最高気温の平均は摂氏31度で日中の最高気温が摂氏32度を超えることも珍しくない。冬は温暖で最も寒い1月でも月平均気温は 摂氏6度、最低気温の平均は摂氏0度である。降水量は6月から9月にかけて多く、月間100から150ミリメートルに達するが、その他の月は月間70から90ミリメートルほどで平均している。年間降水量は約1210ミ、mm、リメートルである。また、夏から秋にかけてはハリケーンが、 ノーフォーク近辺の海上を通過していくことも多いが、上陸することはごくたまにしかない。欠片の気候区分では、ノーフォークはアメリカ合衆国大西洋岸や南部に広く、分布している温暖湿潤気候に属する。ドミニオンタワーダウンタウンは、市の南西部に広がっている。ノーフォークは、複雑な地形に立地しているため、アメリカ合衆国内の他の多くの都市とは異なり、 周辺の住宅地では元よりダウンタウンでも街路は入り組んでいる。民間の港湾施設はダウンタウンの北西、東及び南側に集中しており、ハンプトンローズとともに沿岸内水路の一部となっているエリザベス川の河岸に設けられている。また、エリザベス川の対岸、ポーツマスにも多数の港湾施設がある。ノーフォーク海軍基地は市の北西部。 ハンプロンローズに突き出すシーウェルズポイントに立地している。市の北東部、チェサピーク湾側には、エリザベス河岸とは異なる、なだらかな砂浜の海岸線が続き、住宅地が広がっている。長い歴史を持つノーフォークには、様々な建築様式の建築物が立ち並んできた。初期のノーフォークでは、中世のイギリスの家屋に似た、大きな煙突と、 かやぶき屋根を持つ木造の家屋が多く建てられた。1682年に初めて区画が整備されると、17世紀後半の南部でよく見られたジョージア様式の建築物が立ち並んだ。独立戦争で街が焼き尽くされた後、復興したノーフォークにはフェデラル様式の建物が立ち並んだ。この頃に建てられたフェデラル様式のローハウスは、 現在のノーフォークにはほとんど残っていない。19世紀に入ると、ノーフォークの街には、フェデラル様式をベースに、ポルチコの柱のオーダーや、扉、窓への古典主義建築のモチーフなど、新古典主義建築の要素を加えた、建築物が立ち並んだ。フェデラル様式のローハウスの玄関口には古代、ギリシア式のポーチが付けられ、旧市庁舎、旧ノーフォークアカデミー、 税関などの公共の建物にも古代ギリシア建築や古代ローマ建築の要素が加えられた。しかし1830年代に入ると、新古典主義建築は影を潜め、代わりにゴシックリバイバル様式の建築物が増えていった。19世紀後半から20世紀に入ると、ノーフォークの街にも高層の建築物が立ち始めるようになった。 現存する初期の高層建築物としては、1912年に建てられたダウンタウンに建つ12階建て、高さ48.7メートルのロイスタービルディングが挙げられる。また、20世紀前半のノーフォークには、アールデコ町の建物も立ち並んだ。現存するアールデコ町の建築物としては、ダウンタウンの郵便局庁舎が挙げられる。 しかし、ノーフォークに高層建築物が本格的に建てられるようになったのは1960年代後半以降である。現在のノーフォークで一番高い建築物は1987年に建てられた26階建て高さ103.6メートルのドミニオンタワーである。ノーフォークを含めバージニア州の都市はすべて州法の規定で独立市となっている。そのため、 ノーフォークは市であると同時に、軍総統の自治体でもあり、軍と同等の行政サービスが提供され、軍庁所在地と同様に州の地方裁判所も置かれている。また、ノーフォークには州の地方裁判所のほか連邦のバージニア州東部地方裁判所の一つが置かれている。ノーフォークはシティマネージャー制をとっている。市の行政実務の最高責任者である。 シティマネージャーは、市議会によって選出される。シティマネージャーは、法や条例の施行の主任各行政機関、部署の監督、予算案の作成、財政状況の把握に権限を有し、責任を負う。また、シティマネージャーには、市議会への参加が義務付けられている一方で、投票権は有していない。一方、市長は、 市の顔として、もっぱら儀礼的な役割を果たす。市議会は7人の議員からなっており、市を5つに分けた、選挙区から1名ずつ、またこの後選挙区とは、別個に、市を2つに分けた、スーパー選挙区から1名ずつが選出される。市長と、市議会議員への重複立候補、2つ以上の、選挙区への立候補、及び、 選挙区とスーパー選挙区への重複立候補は、いずれも、一切認められていない。連邦議会会議員選挙においては、ノーフォークは、バージニア第2選挙区と、第3選挙区にまたがっており、市のおおむね北半分が、バージニアビーチとともに、第2選挙区に、ダウンタウンを含むおおむね南半分が、ボーツマスや、ニューポートニューズとともに、第3選挙区に属している。 第2選挙区においては、共和党の勢力が、やや強いが、第3選挙区においては、民主党の勢力が非常に強い。ノーフォーク海軍基地に入港するクーボ、空母ジョン・ F ケネディ・ノーフォークは、軍事の中心地であり、特に、アメリカ合衆国海軍にとっては重要な地である。市の北西部、ハンプトン・ローズに突き出すシーウェルズ・ポイントに立地する、ノーフォーク海軍基地は、 総面積四千六百三十一エーカーの敷地に十四の不団と十五のハンガーを有し、七十八隻の艦船と百三十三機の戦闘機が母校とする世界最大の海軍基地である。この基地には艦隊総軍、海兵隊総軍及び NATO の変革連合軍が司令部を置いている。また、ハンプトンローズの対岸、ハンプトンに立地するラングレー空軍基地には、 航空戦闘軍団が司令部を置いている。ハンプトンローズ都市圏全体では、駐屯している海軍軍人、海兵隊員は10万8000人を数え、海軍だけでも4万1人の民間人を雇用し、2万3000人の退役軍人が住んでいる。海軍の町であるノーフォークとハンプトンローズ都市圏は、軍需産業。 特に造船業のメッカである。エリザベス川の対岸、ポーツマスには、海軍最大規模、かつ、最長の歴史を持つノーフォーク海軍造船所が、立地している。ハンプトンローズの対岸、ニューポートニューズには、ニミッツ級航空母艦を建造できる全米で、唯一の造船所である、ニューポートニューズ造船所が立地する。また、 軍需産業の世界最大手であるベシステムズの北米法人は感染修理部門の本部をノーフォークに置いている。この地域における国防総省の支出は2010年には2000年時点のほぼ2倍年間200億ドルに達した。ハンプトンローズ都市圏における2000年代の10年間の地域経済成長額のうちその3、4以上は 国防総省の支出の増加分が占めた。この国防総省による支出の増加のため、リーマンショック後の不強化においても、ハンプトンローズ都市圏の失業率は、全米平均より2ポイント低い数値であった。ノーフォーク国際ターミナルノーフォーク及びハンプトンローズ都市圏において、その地域経済に与える影響という点で重要度が、軍に次いで高いのが、船舶貨物である。 バージニア港湾局は、ノーフォークに本部を置き、ハンプトンローズ都市圏内に、ノーフォーク国際ターミナル、ポーツマス海運ターミナル、ニューポートニューズ海運ターミナルの3カ所のターミナルを有し、バラ積み貨物と海上コンテナ貨物の両方を扱っている。その3カ所のターミナルの中でも、最大のものが、ノーフォーク海軍基地のすぐ南に立地する。 ノーフォーク国際ターミナルである。このコンテナターミナルは世界最大級の用ほど245フィートのガントリークレーンを14機備え、コンテナ27列の幅を持つコンテナ船に対応することができる。チェサピーク湾港からこのターミナルへと至る水路の水深は50フィートに維持されている。VPA の管轄する三カ所の港湾施設をすべて 合算すると、2010年の年間貨物取扱い量は、コンテナ貨物190万 TEU、バラ積み貨物23万トンで、大西洋岸では、ニューヨークニュージャージー港、サバンナ港に次ぐ量であった。これら3カ所のターミナルに加えて、2007年8月には、ポーツマスにアプムターミナルが完成した。このターミナルは6機のガントリークレーンを備え、100万。 TU のコンテナ貨物を取り扱うことのできる、私企業が所有する、コンテナターミナルとしては、北米最大規模のものである。2010年7月、VPA は20年リース契約でこのターミナルの管理権を得た。ノーフォーク国際ターミナルの南、オールドドミニオン大学のキャンパスの南西に立地する、ランバーツポイント埠頭は、北半球最大の石炭石出港である。 バージニア州内や、ウェストバージニア州、ケンタッキー州で産出された、歴生炭は、鉄道でこの不当に集められ、船に積み出される。この不当から国内外に向けて積み出される石炭の、量は、年間4800万トンに達する。商工、とりわけコンテナ港としての地位から、ノーフォークには、多数の海運会社が営業、流通、ロジスティクスの拠点を置いている。 また、ノーフォークには、世界最大の海運会社、AP モラーマースクのアメリカ合衆国法人である、マースクラインをはじめ、フランスの CMA、CGM やイスラエルのジムといった、世界的な海運会社が、北米本部を置いている。これらの海運会社の多くは、ダウンタウンのワールドトレードセンターノーフォークや、ノーフォーク国際空港に近い、レイクライトエグゼクティブセンターなどに、 事業所を置いている。ハーフムーン、クルーズセレブレーションセンターハンプトンローズ、都市圏における観光業は、長い間バージニアビーチやウィリアムズバーグが、中心地となって発展してきたが、ノーフォークにおいても、ダウンタウンの再生やクルーズ船桟橋の整備によって、観光業が発展しつつある。2007年4月には、市と VPA が3600万ドルを投じて、 建設を進めたクルーズ船、ターミナル、ハーフムーン、クルーズセレブレーションセンターが、クルーズ船桟橋の隣に完成した。このターミナルは、世界、第2のクルーズ船会社である、ロイヤルカリビアンインターナショナルが母校としている。ダウンタウンにあってしべんなこのターミナルは旅行者と、クルーズ船会社の両方から高い評価を得ている。2009年には、ノーフォークは、 全米で最高、世界でもベニスに、僅差の任意の乗船客評価を得ている。軍需産業や、海運業、観光業以外にも、ノーフォーク及びハンプトンローズ都市圏には、様々な産業が起こっている。ハンプトンローズ都市圏内には、フォーチュン500に入る企業が4社本社を置いている。ノーフォークに本社を置く、主な企業としては、上述のノーフォークサザン鉄道のほか 出版業のドミニオンエンタープライゼズ、行動、精神医療の FHC ヘルスシステムズ、再建回収のポートフォリオリカバリーアソシエーツ、軍、警察、警備員、アウトドアを中心とした各種良品のブラックフォークプロダクツグループが挙げられる。また、フォードは1925年から2007年までノーフォークに工場を置き、モデルティーセダンやステーションワゴン、 F-150 ピックアップトラックを生産していた。I-64 のハンプトンローズブリッジトンネルノーフォークを含むハンプトンローズ都市圏の玄関口となる空港はダウンタウンの北東約 5.5km バージニアビーチとの市境のすぐ内側に位置するノーフォーク国際空港である。この空港には4大航空会社のほか US エアウェイズとサウスウエスト航空も就航しており、21都市25空港への直行便が就航している。また、ハンプトンローズの対岸、ニューポートニューズ市北西部に立地するニューポートニューズ、ウィリアムズバーグ国際空港には、デルタ航空によるアトランタへの便や、US エアウェイズによるシャーロットへの便が就航しており、ハンプトンローズ都市圏における第二位空港として、 ノーフォーク国際空港を保管する役割を果たしている。ハンプトンローズ都市圏、州とリッチモンド、アパラチアサンダミアク登録の山岳地帯を結び、バージニア州を東西に横断する、週間高速道路 I-64 は、ハンプトンローズ都市圏では4本の支線とともに、ノーフォークを中心とする環状線や放射線として、高速道路網を形成している。 I-64 本線はハンプトンからハンプトンローズブリッジトンネルでハンプトンローズを渡りハンプトンローズ環状線の東側と南側をなしている。I-664 はハンプトンで I-64 本線と分岐してニューポートニューズのダウンタウンを通りモニターメリマックメモリアルブリッジトンネルでハンプトンローズを渡って ハンプトンローズ環状線の西側をなす。I-264 は、ハンプトンローズ環状線内の中央を横切り、ノーフォークのダウンタウンを通り、東へ、バージニアビーチへと通ずる。I-464 は、ノーフォークのダウンタウンから南へ、チェサピークへと通ずる。I-64 とのジャンクションを過ぎると、高速道路規格のまま、 バージニア州道168号線となり、チェサピーク地域を縦断して、ノースカロライナ州との宗教近くまで伸びている。I-564 は、前線が、ノーフォーク市域内にあり、I-64 本線から分岐して、ノーフォーク海軍基地へと至る。また、チェサピーク湾には、 ノーフォークバージニアビーチとデルマーバ半島とを結ぶ全長17.6マイルのチェサピークベーブリッジトンネルがかかっている。タイドグレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンの北、スコープ、アリーナの近くにあり、リッチモンド方面やローリー方面の中長距離バスが発着する。また、アムトラックの駅はニューポートニューズにあり、リッチモンドワーシントン DC、 ボルチモアフィラデルフィアニューヨークボストン方面への北東回廊の普通列車が発着する。ニューポートニューズの駅からはノーフォークを経由してバージニアビーチにアムトラックバスが運行されている。ハンプトンローズ都市圏内の公共交通はハンプトンローズ交通の運行する路線バスが主である。HRT の路線バス網はノーフォークを中心に ハンプトンローズ都市圏の7市をカバーしているほか、ウィリアムズバーグへも通じている。また、HRT は、ノーフォークのダウンタウンとポーツマスのオールドタウンを結ぶ、エリザベス川を渡るフェリーも運行している。これに加え、2011年8月には、タイドという HRT のライトレールが営業を開始した。このライトレールは、 ダウンタウンの北西に立地する東、バージニア医療センターからダウンタウンを横断し、バージニアビーチとの市境近くのニュータウンロードまで、全長7.4マイルを走る。センタラノーフォーク総合病院ダウンタウンの北西、ゲント地区には、東、バージニア医学校、センタラノーフォーク総合病院、センタラ心臓病院、 およびキングス・ドーターズ賞に病院からなる東バージニア医療センターが立地している。東バージニア医学校は1960年代まで医師、養成期間のなかったこの地に地元からの養成を受けて1973年に開校したメディカルスクールである。東バージニア医療センターに立地する3つの病院はすべて この地域における中心的な医療施設であると同時に、東、バージニア医学校の教育、研究、実習施設を兼ねている。センタラ・ノーフォーク総合病院は、1888年にダウンタウンに設置された25床の小さな病院から始まり、現在では525床を有する総合病院となった。同院は、ハンプトンローズ地域に、 複数の病院を持ち、主要な医療システムとなっている、センタラヘルスケアの中心となっている病院で、ハンプトンローズ地域で唯一、重症の患者に対し24時間体制で、救急医療を施すことのできる、レベル I のトラウマセンターに指定されている。1981年には、全米の病院で、初めて、体外受精による、新生児が動員で誕生した。 センタラ心臓病院は、その名が示す通り心臓内科及び、心臓外科に特化した病院で、診断から、会心術、心臓移植に至るまで、高度かつ総合的な治療を行う。同院は、US ニュースワールドレポートの病院ランキングの心臓部門では、全米でも常に上位に位置づけられている。キングス・ドーターズ賞に病院は1961年に、 設置された小児科に特化した病院でバージニア州では唯一全米でもわずか43人しかない小児科専門病院の一つであるオールドドミニオン大学のオーフォークには3校の4年生大学が立地しているオールドドミニオン大学はダウンタウンの北西約5キロメートルに188エーカーのキャンパスを構えている同学は九百三十年に ウィリアムメアリー大学のノーフォーク文校として開校し、1962年に分離、独立した。現在では、同学は学部に68、大学院修士課程に55、博士課程に41の専攻プログラムを持ち、学部生、約1万8千人、大学院生、約6千人を抱える修立総合大学となっている。また、同学は、 陸軍予備役商工訓練課程を有しており、ノーフォーク州立大学、ハンプトン大学とともに、ハンプトンローズ海軍予備役商工訓練課程にも参加している。ダウンタウンの東にキャンパスを構える、ノーフォーク州立大学は、1935年に創立された、州立の中規模総合大学で、教養教育に重きを置いている。同学は、もともとは、 アフリカ系アメリカ人に高等教育の機会を与えるために設立された大学で人種教学科がなされた現在においても約7000人の学生の8割以上はアフリカ系アメリカ人である。バージニア・ウェズリアン大学は1961年に創立されたメソジスト系のリベラルアーツカレッジで約1400人の学生を抱え、 ノーフォークとバージニアビーチにまたがる300エーカーのキャンパスを構えている。ノーフォークにおける K12 課ほどはノーフォーク公立学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校35校、中学校9校、高校5校を有している。また、ノーフォーク市内には私立の学校もいくつか立地している。 その中でも最も長い伝統を持つのは、1728年に創立された、ノーフォークアカデミーである。同校は、市の東部、バージニアウェズリアン大学の隣に64エーカーの敷地を有し、1年生から12年生までの約1200人の児童、生徒を抱え、小中高一貫教育を行っている。また、1840年にフリークリバイバル様式で、 建てられた同校の校舎は国家歴史登録罪に指定されている。ノーフォーク公立図書館はダウンタウンに立地するノーフォークメイン図書館のほか市内10カ所に図書館を置いている。同図書館システムは1904年にバージニア州発の公立図書館システムとして設置されて以来あらゆる世代の式児教育に加え、 市政府の文書保管という役割も有しており、収集、保管されている資料は19世紀のものにまで遡る。ノーティカスと、戦艦ウィスコンシン1994年に開館した、国立海洋センターノーティカスは、ダウンタウンのエリザベスカンに立地している。同館は、海軍、軍艦や気象に関する、手で触れて学ぶことのできる展示物を、主に展示している。 また、同館の劇場では、ジェームズタウン博覧会での海軍の軍事パレードや、戦艦設計に関する映像を上映している。館内には見学者が近代海軍を疑似体験できる、シミュレーションゲームコーナーや、チェサピーク湾に生息する、カブトガニ、ヒトデ、ヤドカリ、ウニなどの海生生物を飼育する、水族館もある。 ノーティカスに隣接するドックには、第二次世界大戦や朝鮮戦争、湾岸戦争で活躍した戦艦ウィスコンシンが、係留され、記念館として保存されている。ノーティカスの2階は、ハンプトンローズ海軍博物館となっており、海軍の歴史に関する事物を展示している。また、ノーティカスの隣には、ハーフムーン、クルーズセレブレーションセンター及び、 クルーズ船三橋が立地している。マッカーサー記念館ノーティカスから東へ約400メートル、ダウンタウンのマッカーサースクエアには19世紀の視聴者をそのまま記念館としたダグラス・マッカーサー記念館が立地している。館内にはマッカーサー夫妻の墓や博物館、図書館が設けられている。博物館には軍関連品だけでなく、 マッカーサーのトレードマークであったコーンパイプなどの私物も多数展示されている。また、今マ久クタ薩摩の時期や優先尻尾などマッカーサーが持ち帰った日本の工芸品も展示されている。建物は旧ノーフォーク市庁舎として国家歴史登録財に指定されている。記念館の正面にはマッカーサーの銅像が立っている。 クライスラー美術館ゲント地区に立地するクライスラー美術館はノーフォークやハンプトンローズ都市圏のみならず南部でも有数の美術館である。同館のコレクションは古代から現代まで5000年にわたりアメリカ絵画、彫刻、ヨーロッパ絵画、彫刻、現代美術、装飾芸術、ガラス工芸、写真と分野的にも多岐にわたるもので、 その数も約3万点に上る。また、アフリカ、アジア、先コロンブス期の中南米、イスラムの作品も展示されている。同館は、もともとは1933年に、ノーフォーク美術館、科学博物館として開館したが、1971年に、自動車王、ウォルター・クライスラーの息子、ウォルター・ピークライスラー・ジュニアから大量の美術作品の寄贈を受けて、 現在の規模になり、現象に改められた。ハーミテージ財団美術館は、市の北西部、ノーフォーク海軍基地やノーフォーク国際ターミナルの近くに立地している。同館は20世紀初頭に建てられた、隠れ家を意味する、ハーミテージと名付けられたスローン家の豪邸を美術館に転用したものである。同館のコレクションは、スローン夫妻が残したもので、 古代中国の銅像、長羅町時代のインドの銅像、スペインのイコンや家具、ヨーロッパの陶器や絵画、ドイツのステンドグラス、アメリカ合衆国の絵画や彫刻など2800点に上る。また、銅館の12エーカーの敷地には、円形の庭園、森林、湿地が配され、様々な花木が植えられており、野鳥も飛来する。ハリソンオペラハウスバージニアオペラは、 ゲント地区に立地するハリソンオペラハウスを本拠としている。同化劇団は1974年にノーフォークで結成され、その後リッチモンドとフェアファックスにも支部を設立したが、現在も年間32公演のうち半分をノーフォークで行っている。1968年に設立されたノーフォークの劇団バージニアステージカンパニーは、 ダウンタウンのウェルズシアターで講演を行い、施設をガバナーズ芸術学校と共有している。1920年に設立されたバージニアシンフォニー還元楽団は、クラシックの他ポップスや家族連れ向けのコンサートも行っている。同楽団は、ダウンタウンの北、ノーフォークスコープの敷地内にあるクライスラーホールのほか、バージニアビーチ、ニューポートニューズ、 およびウィリアムズバーグでも講演を行っている。ハーバーパークノーフォークには4大メジャープロスポーツのチームこそ置かれていないが、その株リーグのチームはいくつか置かれている。MLB のボルチモアオリオールズ参加のマイナーリーグチームノーフォークタイズはトリプル A 級のインターナショナルリーグ南地区に所属している。タイズはエリザベス川東支流下半のハーバーパークを 本拠地としている。タイズはこれまでに5度のリーグ優勝を果たしており、1983年にはトリプル A 級優勝を果たしている。新庄剛志石井和久、高津慎吾も在籍した。NHL のタンパベイライトニング参加のノーフォーク、アドミラルズは、アメリカンホッケーリーグの東カンファレンス東地区に所属している。アドミラルズは、 ダウンタウンの北に立地する多目的アリーナ、ノーフォークスコープアリーナで、ホームの試合を行っている。かつて、1970年から1976年に、かけては、ノーフォークには、アメリカンバスケットボールアソシエーションのバージニア、スクワイヤーズが本拠を置いていた。スクワイヤーズは、ノーフォークの2カ所のほか、ハンプトン、リッチモンド、 およびロアノークでもホームの試合を行っていた。しかし、1976年5月にリーグが消滅するとチームも解散した。オールドドミニオン大学及びノーフォーク州立大学は NCWA のディビジョン I、バージニア・ウェズリアン大学は NCWA のディビジョン3にそれぞれ所属している。中でもオールド,ドミニオン大学の女子バスケットボールチーム、レディ・モナークスは 競合の一つに数えられており、カンファレンスでは、上昇で、全米優勝もこれまでに3度果たしている。1977年6月9日、スコープで、NWA ノースアメリカンタッグ選手権試合、王者チームタイガージェットシン、上田馬之助 VS 挑戦者チーム坂口誠二、ストロング小林戦が行われ、坂口がレフェリーを突き飛ばして、反則負けした。 力道山が、生涯の目標とした20世紀最大のレスラー、鉄人ルーテーズが1980年代後半に、バージニアレスリングアカデミー、通称ルーテーズ道場を開校し、更新の指導にあたり、日本からもセットジニアス、元大相撲横綱、総百郎、長野正弘、田村清氏が入門している。スコープコロシアムでは、プロレス団体、NWA、WCW、 WWE などが頻繁に大会を開催し、全米向け PPV も行われていた。タウンポイントパークでの秋の、バージニアワインフェスティバルダウンタウンの南西端、ノーティカス及びハーフムーン、クルーズセレブレーションセンターのすぐ南に、エリザベス川に沿って広がるタウンポイントパークでは、数多くのイベントが催される。中でも、毎年6月に行われるハーバーフェストは、 ハンプトンローズ都市圏最大のイベントである。会期中の3日間、園内には、チェサピーク湾や近海のカニ、エビ、カキ、ホタテ貝などの海産物を使った料理、メリーランドのクラブケーキ、ノースカロライナのバーベキューといった、地元料理や T シャツなどの各種グッズを販売する屋台が立ち並び、特設ステージではコンサートが行われる。ハーバーフェストのイベントの一つである。 パレード・オブ・セールでは、大型艦船、軍艦、ヨットなど、大小様々な船舶が、エリザベス川を行き交う。また、二日目の土曜日の夜には、エリザベス川に浮かぶ橋家から、花火が打ち上げられる。ハーバーフェストの他にも、タウンポイント・パークでは、バイユー・ブーガル・ケージャン・フード・フェスティバル、独立記念日、ノーフォーク・ジャズ・フェスティバル、ノーフォーク・ラティーノ・ミュージック・フェスティバル、 オペラ・イン・ザ・パーク・コンサート、春と秋のバージニア・ワイン・フェスティバルといったイベントが行われる。ノーフォーク植物園ノーフォーク植物園は、市の北東部、ノーフォーク国際空港の北西隣に155エカーの敷地を有し、テーマに沿った30の庭園が配されている。特に、ツツジツバ,キバラ、および、ク投げのコレクションにおいては、同園は、 アメリカ合衆国大西洋岩でも有数である。また、道園には95種の野鳥が飛来し、30種の鳥が集まる。オールドドミニオン大学の南東、ラファイエットカハンのラファイエットパークには、バージニア動物園が立地している。道園は53エーカーの敷地を有し、アフリカゾウ、ボンゴ、マンドリル、レッサーパンダ、シロサイ、キエリクロボタニンコ。 白桃ワシなど、400種の動物を飼育している。また、動園ではバラ、ハーブ、熱帯植物、そしてアフリカの野菜など、多岐にわたる植物の栽培も行っている。市の北東部、チェサピーク湾岸ンンのオーシャンビュー地区には、市が管理している3カ所のビーチが広がっている。そのうちの1カ所、オーシャンビュービーチパークでは、5月下旬から9月上旬に、 かけて、毎週日曜日にビッグバンドの演奏が行われる。ノーフォークの都市圏、及び広域都市圏を形成する、各独立市、軍の人口は以下の通りである。以下に、ノーフォーク市における1790年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示す。ノーフォークは、以下10都市と、姉妹都市提携を結んでいる。その多くが、 ノーフォーク同様に軍港を中心とした港湾都市、軍事都市として発展した歴史を持っている。ありがとうございます。